納期も近いというのに、こんな時に限って連絡が取れないとは。何かお困りですか？いいところに来てくれました。今回もあなたの力を貸してほしいのです。何でしょう？実は弁実重工の整備士コバルトさんに武器サンプルの製作を依頼したのです。約束の期限が近づいているので受け取り時間を確認したいのですが、どうしても連絡がつかないのです。どんな状況か確かめに行ってくれませんか？まだ完成していないようでしたら催促してください。忙しすぎて忘れているのではないかとも心配しています。ドクター・ホアキンからの依頼といえばわかるはずです。わかりました。彼女はどこに？連日重工に所属していて、カレードから専用の作業部屋を与えられています。どうも彼女の性格に問題があるらしくてね。詳しい住所は弁実重工本部の職員に尋ねてみてください。わかりました。急いで行って戻ってきます。頼みましたよ。やれやれ。こんにちは。職員の方ですか？整備士のコバルトさんの作業部屋がどこか知っていますか？え、そうだけど。偶然だな。君も彼女のところへ？偶然とは？実は今日が初出社なんだ。明日からコバルトさんのアシスタントを務めろと上司に言われていて、同僚によるとこれまでのアシスタントはすぐに辞めてしまっているそうなんだ。なんだか恐ろしくてちょっと心配で。もしコバルトさんに会いに行くなら、どんな人なのか確かめてきてもらえないか。心の準備をしておきたいんだ。お安い御用です。頼んだよ。作業部屋の位置に印をつけてあげよう。ここだよ。わかりました。ありがとうございます。ドアは閉まっているけど明かりが漏れている。中に誰かいるみたいだ。誰だ？今作業中なんだ。すみません、コバルトさんはいますか？ここの血管の構造は確か。あの、コバルトさん？ん？ああ、そうだった。新しく来たアシスタントだな。今手が離せない。表の鉢の下に予備のカードキーがあるから、それで入ってこい。うむ、ここの出力が上がれば対応する放熱モジュールの圧力も高まる。よってコバルトさん、あの、ああ、アシスタントの仕事はこの作業が終わってから詳しく説明する。手を貸してほしい。急いで部品が必要なんだ。あっちにあるはずだから持ってきてくれ。重心、重症、それからエナジー装置。え、でも俺面倒だと思うか？しかし出力を高めるには必要なことなんだ。この作業が終わるまでは説明もできなさそうだ。仕方がない。手伝ってあげるとするか。必要な部品を持ってきました。ありがとう。助かった。あともうちょっとだから。
こんなところだろう。ん？お前、どこかで会ったことあるような。コバルトさん、お久しぶりです。いつかハヤブサ号をハガードに持ってきてくれましたよね。思い出した、お前だったのか。久しぶりだな。待てよ、ということはお前は今日来るはずのアシスタントではないということか。悪かったな、早とちりしてしまって。あ、いいんです。ただそのアシスタントの話によると。そうだったのか。うん、これまでのアシスタントは誰も長続きしなかった。私の開発スタンスとは合わなかったのかもしれないな。設計図はいつも自分の直感に任せて書くから、出来上がっても私しか理解できないものになってしまう。それを教えようとしたんだが、これまで教え込まれてきた機械設計の概念とは全く違うから、きっと難しかったのだろう。私の波長に合う人はそういないのかもしれない。アシスタントだろうと雑用ばかりやっていては整備士キャリアにとって何の役にも立たない。事情は大体わかりました。それじゃあここへはそれを尋ねに来ただけということか。実はドクター・ホアキンが製作を依頼した武器サンプルを代わりに受け取りに来たんです。そうか、あれは取り掛かっている真っ最中で、もう最終段階に来ている。あまりないチャンスだし、完成度を高めたいと思っているんだ。最後に必要な部品はキリオンの、ちょっと面倒な場所まで取りに行かなければならないが、知り合いと一緒に行くことになっている。そろそろ出発の時間だ。ドクター・ホアキンに急いでサンプルを受け取ってくると約束したので、お役に立てるのなら一緒に行かせてください。そこまでさせるのは気が引けるな。いいですよ、ちょうど時間もあるし、それに興味もあります。それならいいが、まず作業部屋のセキュリティを設定してくる。これまでの作業を誰かにめちゃめちゃにされたらたまったもんじゃないからな。防御システム起動中。この家を警備してくれ。最優先任務、この家を警備します。設定完了だ。さあ表へ出よう。コバルトさん、そういえば最後に必要な部品って何なんですか？重いものですか？それとも精密部品？先に運搬手段と保管方法を考えておく必要はありますか？最後に必要な部品はインスピレーションだ。え？小さい頃機械について啓蒙してくれたあれにその部品を見つけられる気がするんだ。よくわかりません。最近は納品に追われ必死になりすぎていた。ここまで追い詰められたことなんてなかった。例えば芸術家ならコンディションを整えたり、アイディアを得るためにどこかへ出かけ、新しい事物に触れることで心の整理をする。あれを取り戻すということは言ってみればそんなことだ。では準備ができたらキリオン鉱山の入り口で落ち合おう。決まった作業時間に縛られるのが嫌いなんだ。開始時間も終了時間も。待たされた時間もしっかりいただくからな。いつも通りの超過料金で。心得ている。助っ人を連れてきたのか？こいつは、あ、俺も知ってるやつだ。こんにちは。ハガードのものだ。知り合いなら紹介の手間が省ける。こいつの実力なら問題ないだろう。それよりなんでここなんだよ。永久的に封鎖するのかと思ってたぜ。何しろ
戻れば必ずあの名前に向き合うことになる。これまでずっと避けてきた。私が少し大人になればいいことなんだ。いつまでもへそを曲げてはいられないからな。あの、ここは…ここは子供の時に見つけた実験室の廃墟だ。昔、ここにあった機械をすべて修理、改造して自分の秘密基地にしたんだ。ここが子供の頃の秘密基地。でも、厄介な場所だと言っていませんでしたか？その通り。中には危険な防御装置もあるし、何年経った今でも大部分が動作しているはずだ。なあ、そういえば大掛かりなことをやった挙句に自分を締め出しちまったんだよな。認証システムが正常に動作するなら問題はないんだが、そうでなければ8割方、いや9割方ダメかもな。こんなことまでして取りに来たものってなんだ？金目のものか？私の宝物みたいなものだ。よし、ならさっさと行こう。話は中に入ってからだ。データベースの呼び出しを試みましたが、この実験室の有効な情報は見つかりませんでした。コバルトさんに聞いてください。いや、懐かしいな。しかしすごい誇りだ。コバルトさん、認証システムは作動するんですか？予想していた通り完全にダウンしてる。これより先に入るには正面から防御システムを突破し、対応する端末をシャットダウンしなければならない。ここには複数の端末が各種装置を制御している。私の設計では全ての動作の停止を確認できなければストックルームに入ることはできない。つまり今回の相手はお前がかつて改造を加えた奴らなんだろう？もしどうしても明確な相手を求めるのであれば、そう考えてもいいだろう。私たちが向き合うのは昔の自分、あるいは無駄に過ごしてきた時間と言うべきか。もしお前が機械には罪はないから壊すななんて言ったら、俺はお手上げだからな。安心しろ。本当にそう思っていたら最初からお前を呼んだりしない。俺はな、手加減ってことを知らないんだ。後から責めないでくれよな。お前の性格はよくわかっている。衛兵ドロイドと鉢合わせたらとにかく手際よく倒すんだ。いいんですか？うむ、問題ない。さあ手分けして行動しよう。それぞれ一つの端末をシャットダウンすればいい。今から分かれて行動します。目標を1、ショート現象を発見。発電機室で電気回路の補修作業を行う必要があります。回路は途中で切断されており、電力供給には修理が必要です。付近をチェック。発電機室を捜索。レーザー起動計算中。密度高め、威力高め。防御バリアでレーザーは防御可能です。ただし前進中は注意が必要です。よっ。コバルト3、ここのレーザー装置は危険レベルが高いです。ミアは警告します。あれは窃盗犯や周囲の変異生物の侵入を防ぐための装置だ。
こっちはちょっとトラブルが発生した。そっちは任せた。侵入者。端末機器のご利用ありがとうございます。ご希望の項目をお選びください。検索中。最新の3つの訪問記録が見つかりました。ログ1、アクセス時刻0時間0分4秒前。アクセス者、未知のユーザー。操作ログ、異常な操作。ログ2、アクセス時刻27,398 時間40分32秒前。アクセス者、未知のユーザー。操作ログ、基地の資産と設備を検索。ログ3、アクセス時刻80,062 時間17分16秒前。アクセス者、管理人 R。 操作ログ、自動防御システムを起動。これより以前の訪問記録は削除されています。この操作には管理人の権限認証が必要です。認証に失敗しました。前の操作画面に戻ります。基地端末機器のご利用ありがとうございます。検索中。システムメール、未読一件。送信者、キリオン銅鉱石工場。送信時刻、80,034時間29分18秒前。この操作には管理人の権限認証が必要です。認証に失敗しました。前の操作画面に戻ります。基地端末機器のご利用ありがとうございます。ご希望のこの操作には管理人の権限認証が必要です。認証に失敗しました。前の操作画面に戻ります。基地端末機器のご利用ありがとうございます。端末シャットダウン中。こっちは停止成功。ありがとう。少し待ってくれ。ちょっと時間がかかることがあるんだ。基地端末機器のご利用ありがとうございます。エラーが発生しました。モジュールが見つかりません。前の操作画面に。基地端末機器のエラーが発生しま前の操作が基地端末機器のエラーが発生しました。前の操作画面に基地端末機器のご利用ありエラーが発前の操作画面基地端末機器のご利用エラーが発生しました。文字異常な操作を検知しました。警告警告。緊急事態です。最優先任務この家を警備。この家を警備。ここまで苦労かけたな。大丈夫。みんなは私が直してやる。想像は常に破壊を伴う。私はとっくに慣れている。分配を防ぐ。計算通り。ましてや機械は不滅だ。私がここにいる限り。これぞ武器の本部。
再構築してみるか。必要なモジュールを検知しました。基地端末機器のご利用ありがとうございます。管理人 R 電源認証完了。お帰りなさい、ルーニス。ああ、ただいま。それにコアは傷つけていない。お前の腕なら修理できるはずさ。ありがとう。お前にとってはやりにくかっただろう。もう安全のようです。こっちの扉も開いた。あれは確かこの中のどこかに置いたはず。中の箱、なんでこんな並び方をしてるんだ。探してみるから、ちょっと待ってくれ。俺も手伝います。何かの武器の図面みたいだ。結構やっと見つけた。あ、探していたのはこれか。こんな時代遅れのガラクタに何の価値があるんだ。これは私にとっては金で買えない貴重な宝。今機械はさらなる高級化、軽量化、効率化を追い求めている。しかしこのように構造が複雑かつ精巧で芸術性の高いもの、それこそが新作に何が足りなかったのか分かった。さあ行こう。分かったよ。時間もあまりかからなかったし、納品期限にも間に合いそうだ。助かったよ。はあ？納期ギリギリの仕事を放り出してまでこんなものを取りに来たってのが。そうだ。大金をはたいてお前に仕事を頼んだ奴をなめてるな。間に合えばいいことじゃないか。それにここから送り出す我が子にはもっと個性的であってほしいんだ。まあいい、用事が済んだならお先するぞ。お前も急いで雇い主に納品しなきゃだろ。じゃあまたな。金は振り込んでおく。おいルーニス。何？いや、なんでもない。ただふと思い出したんだ。あれは確か、でもってちょっと驚いている。それじゃあな。コバルトさん、待たせたな。作業部屋に戻って今回の作品に最後の部品を取り付けたら直接ハガードに届けるよ。今回は本当にありがとう。助かったよ。では搭載している全ての内容について細かく紹介しよう。あの、紹介はそこまでで大丈夫です。わかりました。これらの付属品は依頼した覚えがないのですが、基礎的な機能については安定性を確認すればいいでしょう。これで一件落着。おっと、エクセキューターも来られたんですね。ありがとうございます。では検品してきます。間に合って本当に良かったです。うん、やはり芸術と結びつけるには無理があるな。追加で装備しても
誰も喜びはしない。機械をどう思うか、何を求めるかは人それぞれなんですね。道具だけとしてなら確かにそうだ。しかし芸術には人の心を揺さぶる何かが必要なんだ。私もまだまだ努力が足りないということだな。